ペレヤスラウ会議におけるフメリニーチキーの演説、ペレヤスラウ会議は、1654年1月18日に、ウクライナのペレヤスラウにおいて、コサック国家の将軍ボ防府ン・フメリニーチキーが開催したコサックの全軍会議である。この会議では、ウクライナコサックがポーランドと戦うために、ロシアのツアーリから一時的保護を受けることとなった。会議の決議は、 同年3月に3月の上場というウクライナロシア条約に編入された。そのきっかけでロシアはポーランドからのウクライナの独立戦争に介入し、東欧における自国の勢力の拡大に成功し、18世紀末にウクライナを併合した。ロシアソ連の学会ではペレアスラウ会議がキエフロシア時代以来ロシアとのウクライナの再統合とみなされ、ウクライナの学会では ポーランド霊属からモスクワ霊属への移行と解釈されている。1649年から1654年におけるウクライナのコサック国家、フメリニーチキーの乱が始まった1648年以来、ウクライナコサックはポーランドと戦うために隣国の中から同盟者を求めていた。1648年から1653年にかけて、 フメリニー・チキー将軍は、クリミア半国のタタールと同盟を結んでいたが、1649年のズボーリウト1651年のベレステーチコの決戦場でタタールに裏切られ、クリミアとの同盟を諦めた。1648年末からコサックはオスマン帝国に目を向け、1650年の夏にオスマン帝国へ使節団を派遣し、ウクライナを クリミアモルドバワラギアトランシルバニアの隣国と同様な形でオスマン帝国の保護国になることを願った。1651年初めにオスマン帝国のメフメト4世はフメリニーツキー将軍宛てにウクライナを保護国にする約束状を送り、さらに1653年5月下旬にフメリニツキーのために保護国の統治者の表彰を使わした。しかし、 ウクライナ正教会の聖職者がオスマンの保護を受けることに強く反対し、その上、将軍の子息が独断でオスマン帝国の保護国のワラキアに攻め入ったため、コサックによるオスマンとの外交政策は失敗に終わった。オスマン帝国との外交と並行してフメリニーチキーは、ポーランドの宿敵ロシアツァーリ国とやり取りを行っていた。1648年5月にロシアは、 コサックとタタールの来週を警戒して、軍を動員し始めたが、6月18日に、フメリニーチキーはザーリー・アレクセイ宛てに書状を出し、同盟軍がロシアに侵入しないことを約束し、ポーランドと戦うための援軍を頼んだ。ザーリは、軍の動員を中止したものの、援軍を出さなかった。1649年1月以降、コサック側は、頻繁にロシアに援軍を依頼したが、 ロシア側は、その依頼を常に却下した。フメリニーチキーは、ロシアツァーリ国の参戦を促すため、コサック軍の軍事的支援の請願が、次第にコサックの自治領域をツァーリの保護下に置くよう求めるという政治的支援の請願に転化していった。1651年2月に、ロシアの全国議会は、ポーランドとの平和条約遮断を議決し、1652年3月より、 コサックとの同盟を結ぶ方向へ、ゆっくりと動き始めた。1653年6月30日に、サーリは、オスマン帝国がコサックの国家を自分の保護国にすることを恐れ、大急ぎで7月2日にフメルにつき宛ての書状に、ウクライナをロシアの保護国として受け入れることを約束した。さらに、1653年10月11日に、ロシアの全国議会は、 同じ内容の宣告書を可決し、10月13日に、バシリー・ブトルリームが大使を務めるロシアの施設団を編成し、ウクライナへ派遣した。11月上旬に、施設団は、ウクライナのプティウリという国境の町に到着し、そこで1654年初めまで滞在し、サーリの保護について、会議を行うコサックの長官は、ペレアスラウ町で、集会の日を待っていた。 1>, 1月9日に施設はやっとペレアスラウに招待され1月16日に帰着したばかりのフメリニーチキーと会見した1654年1月17日の土曜日ウクライナのペレアースラウにおいてコサック政府とロシアの施設はロシアへの保護と会議の手続きについて会談を行ったウクライナ側からフメリニーチキー将軍微法指揮全軍初期 テテリア連隊長が出席し、ロシア側からブトゥルリン大使が出席した。会談で翌日の日程を決まった。それによると、まずは1月8日の朝にコサック政府がロシアのツァーリの保護を受けるか否かについて長官会議を開く。その後、ロシア大使がツァーリからコサックの将軍と政府への直令を交付する。それが終わったらペレヤスラウの大聖堂で、 コサック政府と長官がサーリに対し中説の制約を立てるという順番であった。1月18日、日曜日の朝、フメリニー・イッチキン将軍と12人のコサック連隊長は、ロシアの保護についての非公開の長官会議を行った。保護条約の締結に関して全員が合意した。即座に日程の変更が書き込まれ、長官会議だけではなく、コサックの全軍会議を 同日の午後2時に開催することが決まった。しかし、突然のことがために、1653年に、寄陣したばかりのタイラコサックとた、ポーランドと接するウガンウクライナの連隊長と、長官が会議に加わることができなかった。午後2時よりペレーアスラウの全軍会議が開催された。全軍会議だったとはいえ、参加者は約200人しかいなかった。集まったコサックのほとんどは、 コサックの長官であった。会議に出席したのは、フメリニー・チキ将軍と彼の側近、ペレア・スラウ連隊、チヒル・イン連隊、チェルカーシー連隊、カーニュ連隊、コールスニ連隊、ビーラ・チェーエルクバ連隊、キエフ連隊、チエルニーヒウ連隊、ニージン連隊、プルイールキ連隊、ミールホロド連隊、ポルターバ連隊の士官であった。タイラ・コサックは10人も満たないほどで、 ほとんど出席しなかった。全軍会議の初めに、フメリニー・チキーは、コサックに向かって、ポーランドとの戦いの苦しさと、政教のロシアから援助の必要性について説得した。さらに、サーリの保護を受けることに賛成かを尋ね、コサック全員は賛成であると承認した。会議が終わると、フメリニー・チキーとコサック長官は、ロシアの施設団を招き、ブトルリン大使に、 サーリからの直令を読ませた。会議は稀に見る調和の雰囲気で行われたが、ペレア・アスラウ大聖堂で、サーリへの制約をめぐって問題が生じた。ロシアの施設団はコサックがサーリに中節を誓うように請求すると、フメリニーチキーは驚き、先にロシアの死者がサーリに代わって、コサックの将軍とコサック軍の全員をポーランド側に出さないことと、 コサックの自治権などを犯さないことをヨーロッパの風習に従って約束するように求めた。それに対してブトゥルリン大使はロシアにおいて君主は部下に制約を立てないと反発し、コサック側はツアーリの援助が必要しているので疑いなくツアーリを信用して誓うべきだと主張した。ウクライナとポーランドなどを含む当時のヨーロッパの風習では主従関係は 互いの制約で成り立っていたが、ロシアにおいては、主従関係のあり方が異なっていたので、コサックの制約に関する問題が生じたわけである。フメリニーチキー将軍とコサックの長官は、急に、大聖堂を出て、新たな長官会議を開いた。コサック全員が、一方的に制約したくないことを強調したので、将軍は、側近レスニーチキー連隊長とテテリア連隊長を、 ブトゥルリン大使へ派遣し、制約に関するウクライナ側の要求を受け入れるように請求した。しかし、ロシアの施設団は、要求を再び拒否し、ツァーリはコサックに制約しないけれども、コサックの伝統と自治を厳守するに違いないと約束した。ウクライナ側は巧みにことを進める良策がなかったので、大聖堂に戻って一方的にツァーリへの忠説と、まちまちと領土とともに、 ツァーリのお手下に永久にあるようと制約を立てた。ブトゥルリン大使は、フメリニツキーが率いるコサックに、ツァーリからの軍旗と標識を渡し、保護儀式が終了した。1657年における、ポーランド・リトアニア共和国と、ウクライナ、ロシア、スウェーデンの領域、ペレアスラウデの保護儀式の後、ロシアの使者は、コサックの17の連隊とウクライナの町々へ出発し、 1654年1月から2月にかけて12万7000人を、サーリへの忠説を制約させた。制約を立てるのを否定したのは、キエフ府主教をはじめウクライナ正教会の最高聖職者、ペレヤスラウ・キエフチョルノーブ入りの長人、ウーマニ連隊、ブラーツラウ連隊、ポルタバ連隊とクロプイーウニャ連隊のコサックと長官であった。さらに、ザポロージャの 地域も長い間制約を避けていた。しかし、全体として、ウクライナの住民は、ペレア・アスラウ条約の締結が戦争を拡大するための要望であることを忘れて、ロシアの保護国になることによって平和な時代が来ると、期待され、上がって制約を立てた。1654年の春、ロシアがウクライナ・ポーランド戦争に介入し、ロシア・ポーランド戦争が始まった。 4万人のロシアツァーリー国軍と1万8千人のコサック軍と連携してベラルーシ地方に攻め入りポロック、ビテブスク、スモレンスクを占領した。この戦争中にコサック軍は自力で南ベラルーシを征服しコサック国家の連帯行政制を当地に設置したがロシアが南ベラルーシをロシアに譲るように要求しウクライナとロシアの間に領土問題が生じた。 1655年1月中旬、ロシアの2万人の援軍に、ウクライナにいるフメリニーチキーの元へ送れて、到着したが、ポーランドとの戦いにおいて勝負がつかなかった。1655年の夏、ロシアがポーランドに攻め入ったことをきっかけに、スウェーデンがポーランドに戦線し、7月にポーランドへ乱入した。スウェーデン側と連携を取りながら、 フメリニーチキーのコサック軍と彼に従属していたロシア援軍はガリツヤ地方に侵攻した。タイポーランドの戦争が成功すればするほど、ウクライナスウェーデンロシアとの間に対立が強くなった。フメリニーチキーは、ウクライナ人が居住する全地域をコサック国家の支配下に置こうとしたが、スウェーデン側は、西ウクライナのガリツヤ地方を自国領にするつもりであったため、 コサックの要求を却下した。また、南ベイラルーシには、実際に、コサックの連帯行政制が設置されていたにも、かかわらず、ロシア側は当地法が、ロシアのものであると主張した。そんな中、ロシアは、スウェーデンの強化を警戒して1656年5月に、スウェーデンへ、戦争宣告した。そして、10月に、ビリニュスでポーランドと単独講和条約を結んだ。 それを知ったフメリニーチキーは、ロシの保護から離れることを決意し、11月に一方的にトランシルバニア、ワラキア、モルドバ、オーストリア、クリミア、オスマン帝国と外交関係を復活させ、スウェーデンと同盟条約を結び、ポーランドと戦うために、スウェーデン軍へ2万人の援軍を使わした。しかし、ロシアとの国交を立つには、実勢が不利であった。 フメリニーチキーは重い病にかかり、コサック内部には親ロシア派、親ポーランド派、親オスマン派などの派閥ができ、ウクライナ国内は十分に統一されていなかった。こうして、ウクライナが敵意を抱く勢力に囲まれていく中、同年8月6日にフメリニーチキーが死去し、コサック長官たちの不和が顕在化し、隣国に操れて、お互いに戦をし始めた。 17世紀後半から18世紀前半にかけて続いたウクライナの内戦では親ロシア派のコサックのみが自治国家として存続することができた。しかし18世紀末に他のコサック派閥が隣国に滅ぼされるとロシア帝国は親ロシア派のコサック国家を廃止してウクライナを併合された。研究史における会議の評価はバラバラである。ロシア帝国時代に この会議は、ロシアによる、ウクライナ併合と解釈され、ロシア帝国の構築において、最も重大な出来事の一つとみなされた。ソ連時代の歴史学者は同様な見解を示し、この会議を、ロシアとウクライナの両国民が常に目指した、兄のロシアと弟のウクライナの再結合として位置づけた。現在のロシアの歴史学の学会と、ロシアの学校教育においても、 1654年のペレヤスラウ会議はロシアとウクライナとの再結合として紹介されている。一方、ウクライナ国内ではロシア側の解釈に対して否定的である。ウクライナの学者によるとペレヤスラウ会議はウクライナが常に目指した再結合ではなくポーランドを打ち倒すためにロシアとの一時軍事同盟だったという。独立したばかりのコサックはポーランド霊属を ロシア霊属に変えるつもりはなかったはずである。ウクライナの歴史家は1656年にロシアがポーランドと交和してウクライナとの同盟に反した時、フメリニーチキーがロシアと手を切りスウェーデンと同盟を結ぶことにしたことと強調している。さらに、フメリニーチキーの後継者も18世紀にかけて他国と結んでロシアと戦ったり、 ロシアによるウクライナの自治の縮小に反発したりしたことがあるので、ペレアスラウ会議の時点で、ウクライナがロシアに併合されなかったことを指摘している。ヤコベエンコチョ、ウクライナ氏の外説、1997年。ヤコベエンコチョ、ウクライナ氏の外説、1997年。2001、142、2001、142、2001。 142当日にツアーリに忠節を誓ったタイラコサックには8人しかいなかった2001 142ヤコベエンコチョウクライナ氏の外説、1997年2001 143ヤコベエンコチョウクライナ氏の外説、1997年ヤコベエンコチョウクライナ氏の外説、1997年ヤコベエンコチョ ウクライナ氏の外説、1997年。ヤコベエンコチョ、ウクライナ氏の外説、1997年。ありがとうございます。